松井田城は上野国薄水郡にあった戦国時代の日本の城である。諏訪城、小屋城、霞ヶ城、片田城とも言われる。松井田宿北方の尾根にある山城で、城の北側には雨水道、東山道が通り、南側には中山道が通る交通の要衝に位置する。また雨水峠に備える役割も担っていた。南北1キロメートル。 東西1 5キロメートルに広がる城で、東西に伸びた飛行1 3 0ルの尾根を上角化している。また、断崖の南側に対して、北側はなだらかの枝尾根が尾根から種子のように伸びており、この枝尾根も上角化されている。東端に、浅間で丸、尾根東半分には、安中角価格、西半分には、大道字角があり、別上一角の複合上角を成している。 東の安中閣が安中市時代のもので、大道寺閣は後北条市時代に築城されたものである。追記は永禄初年1560年頃と見られているが、すでにこの地には城が存在した。安中忠隆の松井谷市城と松井田諏訪市の諏訪城である。長京元年に安中忠隆が城主としてあり、その後中世が江野鴫城に移ったという。 その後、松井田諏訪氏が、松井田西城に入っており、一方の諏訪城は a 六四年に、武田信玄の攻撃を受けている。松井田西城と諏訪城のどちらかが、現在の松井田城の前身とも考えられる。諏訪氏の後は、再び、安中氏が松井田を漁したらしく、安中忠清の子、忠政が、安中城を築城したが、その際に忠政は子、忠明らを安中に置き、 自身は松井田城を改修し居城としたという。安中氏の行動は武田信玄の正常修寝室に対抗したものであり、この時本格的に整備されたと考えられる。A67 年、松井田城は武田氏の構成で改造し、武田方のものとなった。この安中忠明は早い時期に降伏したため安中城を安堵されるが、父の安中忠政は、 抵抗を続けたために降伏後に、松井田城を没収された上に出家隠居を余儀なくされた。松井田城は、小山田虎光、小山田正重府市に与えられた。その後、安中忠明は、天正3年5月の長篠の戦いにて、小山田正重は、天正10年3月の高東城の戦いにて、戦死した。同月、武田氏が滅亡すると、五冠氏が、 五法上氏に通じ松井田城を占拠するが、すぐに、織田信長法の滝川一正の軍に奪取された。松井田城は、より木の津田秀政に与えられ、五官城も秀政により落とされている。しかし、同年6月2日の本能寺の変で、信長が死去し、6月18日、19日の神奈川の戦いで滝川一正が五法上氏に敗れ、 上州から伊勢に撤兵すると、滝川和正を追って、北条氏直の軍勢が、松井田城に入り、大道寺正重が城代となった。後北条氏は、天正神後の乱において、薄井峠を越え、東信州に進出するが、氏直と徳川家康との和睦により撤退し、薄井峠が後北条両国の境界に確定した。そのため、正重は、松井田城を大改修している。 現在残る遺構は、この改修後のものである。天正17年小田原征伐が起こると、豊臣秀吉の命で、前田敏家、上杉景勝、真田正幸らを中心とする北国勢が松井田城を攻撃した。しかし数千の兵がこもる松井田城は3月20日の総攻撃でも落城せず、持久戦が行われることになった。この結果、 1> 約1ヶ月後の4月22日に、上代、大道寺正重は降伏し、松井田城は豊臣側に明け渡され、廃城となった。現在、大道寺正重の館跡には、正重の母提寺たる札寺が存在する。ABCD 安中氏の名前には、問題がある。ただち忠中世、田政、忠明の名は、近世の書物上に出る名であり、 戦国期の古文書類には全く見えない。またただ、キラは、ケ重と改名したというが、古文書類では、影重のみしか出ない。上野国史、黒田元木、戦国期上野長野氏の同行、日本史向、極ワ三35号、2011年、戦国期三内上杉氏の研究岩田書院、2013年、安中氏。ありがとうございます。